グスタフ・ラッテ・グスタフ・フェルディナント・リヒャルト・ラッテはドイツの博物学者、探検家である。ダンツヒで教師の息子として生まれ、正式な教育は少ししか受けなかったが、薬剤師として働き始めた。博物学に興味を持ち始め、1852年に薬剤師を辞め、ロシアの植物学者、クリスチアン・フォン・ステフェンと共に2年間、クリミア地方で植物や 動物の採集を行った。さらにヨハンフリードリヒ・ホンブラント、カール・エルンスト・ホンベイアナと共に南ロシアを探検した。1855年に天文学者、ルートビヒ・シュバルツの率いた東シベリア探検に植物学者兼動物学者として参加した。1864年にトビリ市に住むようになり、同年、コーカサス山脈及び西急帰宅の最高峰である。 エルブルス山周辺の地域を探検し、多くの植物を採集すると同時に、現地の住民の言語、民謡、習慣を記録した。トビリシに、博物館と収蔵庫を設立し、収集物を展示した。さらに、国海沿岸、カスピ海、ゲントルクメニスタンのアシガバートまで探検を行った。1890年代には、ロシア大公、アレクサンドル・ミハイロチに従って、 地中海やインド、日本などアジア各地を航海し、北アフリカにもロシア皇室と共に訪れた。後に飛びシし議会のメンバーとなった。1884年にはウィーンで開かれた国際鳥類学会の議長を務め、イギリス鳥学会やロンドン動物学会の名誉会員に選ばれた。ラッテに懸命された動物にはカラフトムジセッカ、コウカサスイワヒバリ、 アルメニア鎖蛇、モンゴルヒキガイルが含まれる。ラッテが採集したザバイカル及びアムールさんの標本はロシア科学アカデミーのロシア科学アカデミー動物学研究所動物学博物館に、コーカサスとザカスピさんの標本はトビリシのグルジア国立博物館に保存されている。1889年、ラッテは 長年にわたる科学的地理学への貢献に対して、王立地理学会から金メダルを贈られた。などは、植物の学名で命名者を示す場合に、グスタフラッテを示すのに使われる。ありがとうございます。